皆さんこんにちは、 SGP フォレスター TV です。今回はトライアル GP ジャパン茂木観戦に1泊2日で行ってきましたので、その模様をお届けします。日本ではトライアル競技に馴染みがないと思いますが、とても面白いモータースポーツですので、この動画を通してトライアルの面白さが伝われば嬉しいです。そしてなんと道中まさかのあれと遭遇して大興奮、ついに出会ってしまいました。ほら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 、来るかな。今日は日曜日だからな、平日だったらあれだけどな。あ、来たよ。違うね、新型じゃない。なんでわかる？新型じゃない。全部同じ。左ハンドルだったけどな、でもあれ今の SK だ。今日は新型運ばない日か。あ、来たよ。なんだ、アウトバック、違うわ。なんだよ、今日はやっぱあれだな、出てこないね。うん、今ね、もうそろそろアメリカでは販売されるからさ、ちょっと見てみたいな。車も同じに見えんの？どういうこと？前の車たちとさ、同じに見えんの？あれ見えないわ。あれさすがに見えない。見えない。でもああいう形の車は全部一緒。あ、そういうことね。それがどの形なのかとか、ステップワゴンと、うん、あとなんかいろいろあるね。のなボクシーとかな。そう、うん、デリカとかな。デリカはまた別じゃん。あれまた違うんだ。おお。でもそれがデリカだとは思わなかった。まあまあそうだよ。ごつい。うん、でもステップワゴンとデリカは同じには見えないから。うん、デリカの方が大きいよね。まあ大きい、うん、いや同じ箱じゃない。なんか似てるのあるよね、ステップワゴンと。あるあるある。新型のフォレスターが見たいんだよな。来ないかな。すごい。見えますかこれ、上り坂なんだよこれ。お、いた。あれは違うね。そう、ゆるい上り坂だから知らない間にスピードが落ちちゃって、だんだん詰まっていくんですよ。そうなんだよ、だから渋滞が起きてる。そう、だから意識的にアクセル踏んでよって。だけどアイサイトがあれば自動的に加速してくれるから。でも前の車が遅かったら、そこダメだな、うん、お、来たよ。来た来た。ERZ 誰も期待してない。なんか今日は違う車がいっぱい出てくるね。
型かな。新型、新型だ。新型だ。これでわかる？わかるよ。あれ新型だわ。どんどん離れていくんだけど。ちょっと待って。さあ。新型フォレスター来ました。これ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 。おお、初めて見たわ。今度これに乗り換えます。どうどうもどうも。これ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 。新型変わり映えした。変わり映えした。私全然見えなかった。新型か、はい、あ、ほら抜いてくるよ新型。ほら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 どこが違う。色が違うしか分かんない。まあそうか。え、じゃあどこが変わってんの。デザイン変わってるよね。デザイン変わってる。変わってんだよ。そうなんだ、うん、いやでも今日は見れてよかったわ。見たかった、ね、願えば叶う。願えば叶うね。あれに今度乗り換えますかよ。あれに、ね、誰がバンドやっちゃったよ。語ってた。間違えちゃった。なんで ETC レーン取んないんだろう。ママなら。よし。ちょっと待って。あ、わかりました。そんなトイレ行きたいの。そんな行きたかったの。ちゃんと分かってたんだね。あそこでトイレに行ってたらあれに会えなかったら。そうだね、よかった。はいはいはい。モテギはここからが長いのがちょっとあれだよね。もうちょっと近ければいいんだけど。でも山の中じゃなきゃ、あんな広いあれ取れないです。まあな。鈴鹿サーキット行きたいんだけど。鈴鹿ね、行ってみたいね。へぇー、鈴鹿サーキットもモテギとちょっと似てる感じだと思う。そうだ、今日ここに連絡しないと。マジカルバナナ、バナナといったら果物。ねっ、違う。オレンジも果物だし、果物と言ったらオレンジみたいなことです。そうだよね。見覚えある？本当。ついたよ。ついた。やった。もうバイクないよ。おお。何で汚いか。おお。あ。結構混んでんね。ね。こいのぼりだ。見た。見て、こいのぼりさ。こいのぼり。ああ、旗ね。
帰ろう帰ろう。さあ行こうか。
の間ぐっと越えていく。普通に考えたら人がすぐいるところ、手を、ね、上げているアシスタントの方がいるところに自分が向かっていくのって本当であれば怖いわけじゃないですか、普通の人は ね、まあはい、ね。でもそこでお互いの信頼関係があるからちゃんと行く道を指し示すことができる。アシスタントの男に向かっていくことができるライダー、サーブのアミンカス、ここまでは綺麗に決まっている。そうですね、やっぱりあのマインダーさんがさっき手をこう出してたと思うんですけど、はい、それってここに来いよっていう意味で、それはなぜかというと、はい、ここに来ないともう少し右とか左に行ってしまうと穴があったりするんですよね。あ、だからその岩の形状とかにもよりますし、一番その正解のラインを手でこう指し示したりしていくんですね、はい。ライダーはまあ1人で、ね、セクションにトライをしているんですが、一緒に戦う、ね、仲間になります。さあ今ちょっとリアタイヤは滑っていったんですが、わあでもよくこれ限定1位届きましたね。ちょっと右側のカードが危なかったんですけど、はい、変えていった。そしてこの岩は軽々上がっていく。さあそしてちょっと残り時間が厳しくなってきた。若干急いでいくんですが、まず1つ目のステア越えて2つ目上がっていった。足はもう1回ついて減点2で通過分を浴びた。ナイスファイト、ありがとうございます。アップするか次第では結果変わってきます。あっという間にひとっ飛び赤く上がっていきました。待てよグラッタローラ、1周目どっちも5点だったみたいです。お1周目はどっちも5点だったと、はい、でここまでその同点できていたライダーとのその差をつけるためにはこの10セクションが結構肝になっていく。あでもここまでは丁寧に上がっていきます。向きを変えてまだ足はついていません。11、12セクションは結構クリーンしているライダーが多いので、ここが一番勝負の勝負どころです、ね、決まっていくところだ。足はまだついていないけどちょっと時間も気になってくる。やっぱりここは難しいんですね。難しいですね。足をついていけるかと思ったんですが、ミカ先生逆転ですね。さあこれで逆に点差をつけられてしまう形となってしまった。マテオグラッタローラでもこの後11、12が残っているので頑張ってもらいましょう。ナイスファイト。わあ手振ってくれてます。まずこの岩へは飛びついていった。軽やかな走りを見せていきます。アニオル・ジェラベルト兄弟で GP クラスってすごいことですよね。そうです ね、兄弟で世界選手権を争っているので、本当に十数人のライダーしか走っていないこの GP クラスを、ね、兄弟で共に走っている。さあ今足を1回ついた。後ろ、まあ、まだ1回なんで、ね、うん、確認してこの10セクション本当に肝になりますね。そうですね。さあ勝負の分かれどころ。そしてこの狭いルートをどう攻略していくか。おお今2点ですね。今2点でうまいことが今この岩を越えることができました。今2点減点2の状態です。さあニオール・ジェラベルト、この高い岩は軽々登っていった。ちょっと時間も気になりますが、1回下ってこの後時間は多分ね、ここで下った時に今言いましたね、20秒、20秒、結構短い、はい、15ですね。さあ今集中を今一度高めて上がっていく。上がっていく。
さあそれではこのまずは難関最初の岩盤の登り始め、ここは落ち着いているこの後ですよね。ギアタイヤをこれギリギリまで下げて、ミケル選手と一緒のラインですね、はいはい、あれですよ。この後の高い岩は問題ありません。強い気持ちとこの技術力の高さ。さあそして一旦バックをして下がっていきます。時間もねまだ4時間ありますね、はい、さあこの25秒ありますダブルステア。落ち着いて向きを変えていく。さあガブリエル選手もそれを見守っている。1つ目のステアから2つ目上がっていったか。表彰台のより高いポジションに向かって今戦っていきます。皆さん目いっぱいの注目と応援をお願いします。さあ今セクションイン、今会場にいる全員がちょっと呼吸を忘れたぐらいピンと張り詰めましたね、はい。そしてこの後が勝負の分かれどころ。ガブリエル落ち着いて、監督が今指示出しましたね、藤波監督が今ちょっとこうアドバイスもしながら冷静に前の岩盤を見据えて、ここは丁寧だ。あー一回足はついてしまった。今同点ですね。さあこれで今同点の状態、はい、なるほど。これ以上はつけない状態です。先ほどでは点差があったんですけど、さあリアタイヤギリギリからアダム・ダガ選手のように前に運んでいくことができるか。ガブリエルは上がっていった。綺麗に上がっていきましたね。さあそして高い岩も難なく越えていく。ただちょっと時間が気になってきた。さあ昨日は嬉しい2位を獲得しました。ちょっと時間が厳しいですね。さあガブリエル・マルセにちょっと時間が厳しそう。お、この中段から向かっていく。あと10秒、あと10秒。さあガブリエル中心を抱かれています。完全に時間で焦ってしまいましたね。いやちょっと焦りが出てしまったガブリエル。でもこの後11、12セクションが残っている。ガブリエル・マルセにこの後も頑張って、ナイスファイト。17回もの世界タイトルを取ってきたこの男、ゼッケン1番をつけます、トニーボー。今セクションイン。ちなみに1ラップ目はこの10セクション唯一クリーンできたのがトニーボー選手です。落ち着いて武器を変えていく。さあここでバランスを整えて、ここを丁寧に上がっていく。さあそしてリアタイヤギリギリまで下げて慎重に持ってきますよね。もうタイヤ半分より下がってますよ ね。さあそこから岩は上がっていった。まだ減点はない。さすがのチャンピオンらしい走りを見せてくれるトニボー。そしてこの岩も軽々舐めるように上がってきましたね。ここまでクリーンですけど時間がどうですかね。25秒、残り25秒、はい、ここででも焦ってはいけない。そうですね、ガブリー選手より時間あるのでここで休憩して15です。気持ちを整えてトニボー
寝ちゃうでしょ。寝ないでしょ。寝ちゃうわよ。たくさん食べるって言ったら困る。食べたらお前。食べたらおしまいじゃない。もう一回でしょ。せーの、いいよ。食べて言ったらお前。食べて言ったら梅干し。違うよね。食べて言ったら。そうだよね。ママ。反対側行かせようとしてたから、ね、もっとゆっくりじゃない。また下道に下ろそうとしたから。違う、同じ見て渋滞があるかも。はい、ということで今回はですね、1泊2日でトライアル観戦行ってきましたけれども、最終燃費はこちらになります。走行距離379キロ、リッターあたり 14.9 キロとなりました。最近泊まりでの旅行はね、全然行ってませんでしたけれども、やはりですね、子供が中学生に入るとめっきり旅行の回数は減ってくるなというね、そんな印象がありますので、小学生がいるご家庭の皆様はですね、今のうちにいろんなところに行っておくことをお勧めしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。